ラディスローが失われたとなると私たちが上に上がる術はないぞ。そんな、申し上げます。今度は何事だ。クレスタ駐在部隊から支援要請です。空から降ってきたモンスターの大群に町が攻撃を受けていると。クレスタですって。ニクトランめ、地上を闇に閉ざすだけでは飽き足らず我らを殴り殺しにする気だな。おのれ、わざと我が軍の防備が手薄なところを狙ってきたか。どうしてよ。やめてよ、冗談じゃないわ。押していられない、すぐに戻らなくちゃ。それには及ばん。すぐに我が軍の救援部隊を送り入れ。そんなの信用できるわけないでしょ。待つんだルーティ、俺も行く。スター、いや、俺たちもだな。状況は切迫しているようです。すぐに動ける私たちが向かった方がいいですわ。分かった、諸君に任せる。救援部隊も準備ができ次第派遣する。俺も一緒に行くぜ。ジョニーさん、今は少しでも手が必要なはずだ。こんな俺でも戦力の足しにはなるぜ。それにアクアベイルの代表選手がチームにいないのも変だろ。私たちの間ではすでに話がついています。どうか遠慮なくこき使ってください。ありがとうございます、助かります。よし、すぐにクレスタへ向かおう。なんかすげえ大変なことが起きて、ちょっと一度言も喋れなかったんですが、なんかミクトランっていうのは確かかつての天井の王で、カーレル・ベリセリオスと差し違えた時にソーディアンのベリセリオスに、まあ、デメラスみたいに照射してベリセリオスを抑えていたみたいな感じでしょうか。レイノルズもちょっと痛々しい感じで戻ってきて、まあリトラー司令もどうなったっていうか、まあ、壊されたか何かかなとは思いますが、しかしひどい。しかしなんだ、ルーディさんのお父さんヒューゴが悪いやつじゃなかったってことは、まあちょっと考えなすべきかなと。すべて悪いのはミクトランでっていう風になってますね今は。はい、ということでヒューゴ名と言ってたのは、なんだ、撤回します。クレスタがルーディさんの本拠地というか、まあ、住んでるとこなんで、まあ、心配してるってことでクレスタに急ぎます。クレスタの町をモンスターから守らなくちゃ。急ごう。お願い、みんな無事でいて。お姉ちゃんすぐに行くから。ジョニーさんが一緒に戦ってくれるなんて心強いです。もっと早く合流すればよかったな。まあこれからよろしく頼むぜ。こちらこそよろしくお願いします。おめえ、アクアベールの代表選手って言ったな。そんなに強いのか。どうだろうな、少しは役に立つだろうとうぬぼれてはいるんだが。俺様はヌシタットのチャンピオンだ。どっちが強いかいずれ闘技場で白黒つけるとしようぜ。ホングマン、何を張り合っているのだ。クレスタはダリルシェードを出て東の方角だ。急ごう。あ、てか本当夜みたいになってる。このまま襲われたらどうしようもないんじゃないの。守りきれない気がするんですけど、完全に夜闇の世界に化してますね。寂しいな音も。
めるも何もどうしようもないでしょう、ね、今とこえダジャレお前空気読めよお前、今そういう暇じゃねえだろ。クレスタに行きたいんですが、ちょっと準備を先に、させてください。準備したら今回のパート終わっちゃうかもですけど、マリアンさんは戻ってないの？お、マリアンさん、いらっしゃいませ皆さん。どんだけ状況把握してないの？リオンはやっぱ帰ってないか。ひょこっと帰ってくるかなと思ったんですけどね。ここに一歩あったよね、見て。まだ行ってるよ、頭でしんとか。出て動かせなきゃ、これ。物いらない。武器はいらない。これ欲しいのは、アイテムなんだけど。じゃあ船か。どこか、アイテム。ということで、ちょっと長くなったパート3、3じゃねえや、3つのパートになっちゃうと思うんですけど、ご視聴ありがとうございました。次回はクレスタに向かいます。ご視聴ありがとうございました。